どうチャリオスということで、今日なんですけども信行松井から2021年ファーストデリバリー届きましたのでご紹介しようかなと思います。もうね、ファーストで結構いきなり今期の、激推しアイテム入ってきました。はい、ニットとこちら定番の、ライニングのパンツでございます。はい、このニットがね、これね、今期でおすすめかつ結構象徴的な、アイコニックなアイテムになっております。カーディガンとプルオーバーでございます。でね、これはい、皆さん今ちょっと裾の辺とか袖の先の方にちょっとこのレースかなみたいな、ちょっと透け感があるの分かりますよね。この辺、はい、透け感があるじゃないですか。これね、単純に編み方の模様で透け感を表現してるんじゃないんですよ。これちょっと近くで見るとね、より分かるんですけど、はい、そういうね、なんか規則的な模様ではないんですよね。かといってこれダメージかと、クラッシュ加工、ニットをクラッシュさせてこのような感じにしてるのか、ダメージを加えてこういう風にしてるのかって言われるとそうでもない。これね、僕展示会で見た時にね、マジでなっちゃこれやって思ったんですけど、これね、どうしてこういう風になってるかっていうと、編む時にですね、特殊な繊維、糸を混ぜ込んで編んでるんですよ。でその糸っていうのが水だか何かの薬品で溶ける素材、溶ける糸を織り込んで一回カーディガン作るんですよ。で作って編み上げた後にその特殊な糸をですね溶かすと、そうすると溶けた部分だけこのようにちょっとこう消失するというか、糸がなくなりますから、それでこのようなこの模様というか、この透け感を表現してるっていう、これねびっくりしました。すごいでしょ。なんかもう本当にその発想というか、そのデザインのアプローチがね、マジで唯一無二だなと思って。でこの模様もね、多分ね出せないんですよ、そういう技法じゃないと、そういうテクニックを使わないと出せないような、あの模様なので、本当にこれはなんかめちゃくちゃオリジナリティのある、マジで他のあのブランドとかでは買えない、出せないアイテムだな、ちょっとびっくりしました。それのカーディガンと、はい、プルオーバーですね、使われてるテクニックは同じです。なのでこれ一点一点やっぱ違うので、そこはご了承ください。全部が同じじゃないんですよ。一点一点やっぱちょっとずつこの溶け具合とか、そういうのによってこの透け感というか、この文様模様の出方がちょっと異なりますので、はい、本当にこのなんか下からじわ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 浸食されていったかのような、なんかそういう感じなんですよね。これちょっとね、黒でね、これ伝わりにくいかもしれないですけど、まあこれ着たらねより分かると思います。すごい、非常にこうアートっぽい感じの、ね、アプローチですね。はい、そして、これも毎シーズン出てる、はい、ライニングのパンツですね。信行松井オリジナルの、まあ、ジャケットとかにも使われる裏地、それを使用したね、まあ、パンツですね。まあ、ちょっとリラックスパンツ、イージーパンツっぽい感じで、ウエストに紐がついててゴムで、なんですけどね、形は非常にこれ、スラックスっぽい感じの、形はすごい綺麗で、インサイドアウトもね使用、インサイドアウトですね、インサイドアウト使用。なんかね、これは家の中で着ても外でもどっちでもいけちゃうんじゃないか、はい、定番アイテムですね。ネイビーとブラック、はい、2色です。ということで、じゃあちょっとニット着てみます。カーディガンです。着てみました。どうでしょうか。こちらですね、最初に行ってきます。ちょっと画角上です。上げます。はい、最初に行ってきます。こちらサイズ2でお値段5万2000円でございます。はい、どうでしょう、シルエットサイジングは。まあ割とスタンダードめな感じかなと思います。はい、そこまでサイジングで何かっていうところではないかな。はい、こんな感じ。
まあ、M サイズっていう感じ、ミディアムっていう感じのサイズですね。はい。そして皆さん分かりますかね、やっぱ着て、まあ、白 T のインナー白なんでより分かると思うんですけど、この模様がね、多分浮き上がってると思います。いやーすごいね、この発想は本当天才的だなと。非常にオリジナリティがある、まあ本当に他のねブランドでは出せない、思いつかないアイディアですよね。すごいなと。やっぱね、信行松井はすごいオリジナリティがありますね、毎シーズン本当に。ね、本当にこう侵食された感じですよね、この辺とかも。だからこのねグラデーションっぽくなってたりするんですよね、このいわゆる普通の普通に編んであるところとこの、まあ、溶け出てるところがね、本当に徐々に徐々にみたいな。伝わるかな、伝わればいいんですけど、すごいよね、すごい。ほんとね、なんかね朽ちていく感じ、なんかね自然のなんかそういうのを感じさせるんですよね、僕の主観かもしれないですけど。ほんとなんか自然の時の流れで風化していく感じ、うん、風化してった風合いですね、うん、自然の力でゆっくりゆっくりね、なんかこうなっていった時の流れとともに、そんな感じですよね。はい、いやすごい。で、まあ、ここが一番この、まあ、カーディガンのポイントであるんですけど、もう一点ね、これ実はなんですけど、左右アシンメトリーになってまして、左袖の方はこれラグランなんですよ、ラグランで、右がセットインということで、実はさりげなく、まあ、アシンメトリーみたいな、まあ、これ結構信行松井のニット系ではね、昨シーズンのカーディガンとかもそうだったんですけど、まあ、実はこの袖の付け方が、まあ、アシンメトリーだったりもします。はい、ね、かっこよくないですかね、なんか、あ、いいな、かっこいいな。で、生地感なんですけど、これウール100です。ウール100の素材でございまして、あのね肉はね、まあ、この何の侵食もないところは、まあ、中肉っていう感じかな、中肉、厚手でもないし薄手でもない。でまあ、この侵食されてるところはまあ侵食されてるんで、まあ、こういう感じの、まあ、透け感なんです、ちょっとレーシーなところは、まあ、これくらいの薄手っていう感じの着心地でございまして、肌触りめちゃくちゃいいですね。でなんかねやっぱソフトな感じですね。少しこのなんていうんですかね、ちょっとユーズドっぽい感じの風合いですね、少しこう着古したかのような、うん、なんかそういうくらいのちょっと馴染んでる感じの風合いでありますね。ソフトで柔らかい感じですね、はい、着やすい、非常にこれ着やすい厚さですね、うん、だからまあ本当に秋冬とかだと、まあ、ちょっと肌寒いなって時にパッと着る、ね、半袖 T の上でもいいし、ね、もうちょっと秋が深くなってきたらシャツとかの上でもいいと思います。でさらに寒くなってきたら、これはまあ今度この上にアウターを着れるっていう感覚、それぐらいのなんかその厚さですね、まあ、使い勝手非常にいい、まあ、1枚というかなんかアウター感覚、軽いライトアウターっぽくも着れるし、まあインナーとしても着れますっていう感じ。どうでしょうか、これはなんかいいですね、やっぱこの独特の雰囲気をまとってます。そんな感じでございます。じゃあちょっとプルオーバーの持ってます。こんな感じですね、どうでしょうか。はい、着てみました、こちらもサイズ2で、これお値段が 48,000 でございますね、はい、こんな感じプルオーバーですね。サイズ感は、まあ、さっきのカーディガンと近しいものがあるのかな、うん、まあ、ちょいゆったりかなって感じかな、少しゆったりって感じの最新です、はい。で、こっちも左右の袖の付け方がアシンメトリーになっております。で、はい、この袖と裾にかけて、ね、はい、新色、風化加工というかメルトダウン加工ね、そう、な
か僕のパッと見の印象ですけど、これまあ個体差があるんであれですけど、このカーディガンこっちの方が結構新色が上まで来てるかなっていう感じはしますけどね。まあ個体差あるんで、物によりきりかもしれないですけど、こういうか、あ、こうやると分かりやすいね。ほら見てくださいよこれ。こんな見たことあります？これね、多分編み地でこれを表現っていうのは基本無理だと思うんですよ。模様でね、このテクニックを使わないと、俺一回編んで溶かすっていうのを使わないと、こんな風なね、見え方というか、出ないですよ絶対。これ分かりやすいね、非常に非常に分かりやすい。すごいでしょこれ。だからここは結構浸食してて、ここも浸食してるけど、ここの辺はちょっと軽く表面くらいとか、この感じね。いやこれなんか僕は自然を思い起こさせてるな、自然の何か力、さっきも言ったんですけど、すごいね。なんか、本当に人間があえてこのなんか手を加えてやったっていう感じがあんましないデザインというか、自然にこうなりましたみたいなねまあでも実際そうなんだろうけど、溶かしてっていうところはね、すごいね。これはなんかかっこいいな、この感じは。なかなか伝えるのが難しいですけど、かっこいいな、すごい。これはすごいです。はい、そんな感じです。で、まあ一応プルオーバーなんですけど、ちょっとねこれ首が少し立ち上がるくらいにキュッとなってますね。モックネックまではいかないけど、割とこのね首の、襟がちょっとこう立ち上がるくらいの感じの、まあ、襟も良くないですか、ちょっとキュッ、若干モック、ハンモックネックくらいの感じのキュッていう感じですね。プルオーバーもいいね、このサイジングといい、なんかいい感じの緩さ、緩いんだけど首元がキュッてなってるから、ちょっとこのなんかそこまで変にだらしなくないっていうか。はい、そんな感じです。じゃあちょっとパンツ履きます。はい、履いてみました。どうでしょうか、こんな感じです。はい、こちら最初にいってきます。サイズ1ですね、サイズ1でお値段、3万2000円でございます。はい、やっぱねこれ改めて履くとね気持ちいいね。やっぱまあ皆さんなんとなくジャケットの裏地とかでね、こういうようなちょっとつるっとしたペカッとしたね、素材って馴染みはあると思うんですけど、これパンツにして履くとねめちゃくちゃ気持ちいい履き心地が最高ですね。はい、気持ちいい。でまあシルエット的にはね結構この腰回りというか、股上が深めで、この辺は割とゆとりがあって、まあ、そこからちょっとこうストレートな感じで、裾にかけていくみたいな感じですね。だから結構あの仕様自体は、ね、ウエストも紐だったりして、イージーパンツ寄りなんですけど、形はね結構スラックス、トラウザーズみたいな感じで、あんまだらしなくならない感じ、ゆるすぎないですね。でこのまあインサイドアウトのポケットが、これまあデザイン的な、はい、ポイントですよね。後ろのポケットってな感じ。まあこれはね定番で非常にいいです。いいですね。まあ何しろ履き心地がいいんで、なんか なんだろうな、パジャマパンツとはまたちょっと違うんだけどね。だけどまあそういう感覚に近い感じですね。はい、なんかこの上にシャツとか着るともうちょっとパリッとするかなっていうイメージかな。はい、そんな感じです。はい、ということで、まあ毎度ね毎シーズン何かしらこう驚きがあるコレクションでありますけど、はい、今季非常におすすめでございます。はい、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインがございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。では。